今年最後のプロッターポップアップストアへ行ってきました。ブンブンカーカーブンカワです。12月の10日11日の2日間にわたってプロッターのポップアップストアが開催されてます。私は訳あって2日間とも行くんですけれども、今日は初日の戦利品をご紹介します。大体のものは初日で手に入ってるんですけれども、2日目じゃないと手に入らないものもあるので、それはまた今度動画で紹介するとして、今日手に入ったものを紹介します。よければ最後までご視聴ください。今年はプロッターというブランドができて5周年という節目の年でした。そこで9月にプロッター5周年の限定アイテムとかいろいろ出たと思うんですけれども、今回はプロッターの5周年をお祝いしたポップアップイベントでした。今回のイベントでは物販、それからカスタムバインダー、あと靴修理職人の村上瑠衣さんによるアンティークカスタマイズがあったんですけれども、カスタムバインダーは受け取りが明日になっているので後日になります。でカスタムバインダーも私は持ち込みでやりたくて、そうすると2日目の対応なのでまだできてないという状態です。必ずできるかはわからないんですけれども、一応持っていくつもりでいくので、またできたら紹介しようと思ってます。今日は物販の中でカスタムバインダー以外のものの紹介になります。それでは順番に見ていきましょう。今引っ越し作業中で新居に来てるんですけれども、まだデスクがなくて床で撮影してます。ご容赦ください。一応綺麗に拭いてるんで大丈夫なはずです。プロッターのポップアップストアに行くといつもこのプロッターの紙袋に入れてくれるんですけれども、なんか今回なんかいつもよりも一回り袋が大きくなってた気がします。みんなたくさんお買い物していつも2袋とかに分かれてたから、もしかしたらちょっと大きなサイズになったのかもしれませんね。ということで大きな袋をゲットしました。これは購入品じゃなくて普通に入れてくれるやつです。まず購入品1つ目、こちら限定じゃないんですけれども、ナローサイズのウィークリーのリフィルです。私はプロッターのナローサイズを5行日記として使ってるんですけれども、このウィークリーのリフィルを入れて5行日記を書いています。来年の分をまだ用意してなくて、ちょうどリフィルが並んでたのでついでに購入してきました。これは文房具屋さんでもプロッターのオンラインストアとかでもいつでも買える2023年のウィークリーのリフィルです。あと通常販売のものでいくと、今回地球儀を購入しました。プロッターが地球儀出してるの皆さんご存知でしょうか。確かほぼ日も出してますよね。グレーの箱で蓋の上にプロッターのコンパスのマークがついてて、正面が中が見えるようになってて、でこの側面にはこの地球儀がナンバー5013っていう番号なのでそれが入ってます。そして後ろには使い方的なのが書いてます。起き上がりこぼし的な地球儀らしいですね。そして箱の側面にもレザーバインダーのシルクスクリーンと同じプリントが入っています。今回私はホワイトを購入したんですけれども、3色ぐらいあってこんな感じで入ってます。そうですね、起き上がりこぼしっていう話があったと思うんですけど、確かに持ってみると重い方側と軽い方側があります。ジャパンはですね、日本はどこだろう、日本ありました。日本はここです。こんな感じ。この地球儀はちょうど日本がここなんですけれども、日本がこう見える感じで起き上がりこぼしになってるみたいです。ホワイトにグレージのやつを購入したんですけれども、白いところがグレーのやつとか、あとベージュだったかな、ベージュ地でこの地図の形のところがオレンジのやつだったと思うんですけど、そういうのとか3パターンぐらい需要あります。前々から地球儀の存在は知ってたんですけれども、なかなか購入するタイミングがなくて、今回ちょっと地球儀購入するといいことがあるっぽかったので、この機会に購入してみました。今紹介した2点は普通に文房具屋さんとかでも買えるアイテムです。ここから紹介するのがイベント限定のアイテムです。まずイベント限定品1つ目がこちらです。原稿用紙のリフィルです。プロッターのポップアップストア開催されるとき、このグレーの表紙の限定レイアウトのリフィルがいくつか出ます。
バイブルサイズと英語サイズの2パターンで出るんですけれども、いつも1つずつお土産で購入してまして、これまでに5000符のリフィル、それから MD コットンの活版印刷のリフィルを購入してきました。今回は原稿用紙のリフィルにしてます。このリフィルはですね、パラパラっとめくっていくと、ところどころこんな挿絵が入ってます。原稿用紙のマス目はこの縦が20字が5行入ってます。朝活書写とかありますよね。ああいうのちょっとやってみたいなと思って購入してみました。実際に使い始めるのは来年になると思います。いつもと一緒で真ん中にはプロッターのロゴがあって、一番上には日付が書けるようになってます。これは本当にポップアップとかのプロッター直営のイベントでしか手に入らないアイテムなので、使ってまたよかったらいっぱい買おうと思います。これがプロッターポップアップ限定のリフィルでした。他にもいろんなレイアウトのリフィルがあるんですけれども、また今度ポップアップに行ったら一冊買ってきます。リフィルつながりでもう一つ、ちょっと反射するので開けちゃいます。こちらは5周年のイベント限定のリフィルです。ここに5周年って書いてあります。付箋リフィルです。ここに使い方書いてるんですけれども、このリフィルがですね、ここに穴が開けて開くようになってます。で、右ページの上にフィルム付箋が6色入ってます。これはプロッターのプロジェクトマネージャーのリフィルと色を揃えて6色用意しているそうです。フィルム付箋の下側に付箋が 1,2,3 段あります。よくあるサイズの 75×25 でしたっけ、付箋が2段、そして 75×50 でしたっけ、このサイズの付箋が1段ついてます。ここの付箋にいろいろ to do とかを書いたのをこっちに貼って、その日のタスクを管理するとか、そういう感じで使ってくださいっていうことでした。この付箋使い切っても他の付箋とか多分貼れると思うので、それで再利用してくださいみたいな感じでした。私もあんまり付箋とか使わないので、多分これは記念購入って感じになると思います。この付箋も可愛いんですけど、とにかく後ろ側のこの斉藤さんの落書きがめちゃくちゃ素敵なんです。これがいいなと思って購入しました。ということで、こちら5周年限定の付箋リフィルでした。それから今回のポップアップストアの会場になったのが、新橋にある国沢ブリューイングというお店です。そこの国沢ブリューイングではクラフトビールを作ってます。新橋クラシックっていうビールを作ってるんですけども、プロッターオリジナルのビールを作ってくださったそうです。ペールエールにライムが入ったビールだそうです。このラベルいいですよね。この瓶捨てられないですよね。飲み終わった後にアロマのディフューザーを入れて使おうと思ってます。今日はこのビール飲まないんですけれども、12月に今年最後のライブ配信もう一回やるつもりでいるので、その時に開けようと思ってます。国沢ブリューイングって河内屋さんっていう印刷屋さんなんですよ。プロッターの高級リフィルメモパッドの箱押しを作ってるのがあの河内屋さんなんですけれども、まあ、そういったこともあって、今回このビールを購入すると箱押しのコースターが2枚ついてきました。めちゃくちゃかっこいいですよね。1枚目はホワイト系の用紙に黒っぽいインクが載ってます。こっちは黒い台紙にコッパーの箱押しです。雰囲気は全然違うんですけど、この2枚こう揃うとめちゃくちゃかっこいいんです。すごくいいおまけがついてきました。そして購入品ラストはこちらです。これじゃわかんないですよね。開けていきます。今回はこんな感じの、理想グラフって言ったかな、なんかそういった感じの印刷をしたポスターです。プロッターのリフィルを印刷するときに、インクがちゃんと乗るまで何枚も何枚も印刷をするんですけれども、その試し印刷したのって商品にならないんですよね。前回のポップアップの時は、その紙を、めちゃくちゃ大きなサイズのやつをそのまま持って帰ることができたんですね。以前文化は通信に使ったことがあるんですけれども、今回は A3 サイズで印刷されたものが販売されました。印刷しているデザインは一緒なんですけれども、印刷している用紙がいろんなリフィルのレイアウトがあるみたいなので、一点一点異なるそうです。こちら可愛いんですけど、斉藤さんの落書き、それからこういう
写真がついたやつとか、あとカレンダーです。この4種類のデザインがセットになったものが販売されてました。それでこの印刷している元の紙がそれぞれ違うんですけど、例えばこのカレンダーですと、私の場合は A5 サイズの 6mm 罫線ですねでしたし、それからこの落書きのやつは5周年のリフィルですね。この辺がオレンジなので5周年のリフィルっぽいな。5周年のリフィルのバイブルサイズですね。これもそうです。こんな感じでいろんなパターンがありました。このロゴに思いっきり5周年のオレンジが被っちゃったりしてるんですけど、なんかチェックっぽくて、これはこれで可愛いですね。これは本当にどんなものが届くかお楽しみっていう感じだったんですけど、私はすごく満足いってます。これはですね、私の新居に飾ろうと思ってまして、100円ショップで額縁を購入してきました。としていこうと思います。額縁に入れてみました。めちゃくちゃいい感じです。ダイソーの額縁でここがキャプテン翼になってるやつにしたんですけど、透明なフィルムの部分がそこまでクリアではないんですけれども、結構いい感じです。私は気に入りました。この印刷面触ると手が黒くなっちゃうのと、あとやっぱ丸まってるし、なんか直接そのまま貼るのはなと思ったので、こんな感じで額縁に入れてみました。めっちゃアート感出てやばい、めちゃくちゃいいです。カレンダーはちょっと今年だけなので、そのままトイレにでも貼ろうかなって感じで額縁用意しなかったんですけど、なんか用意してもよかったかな、額縁あった方がよかったかななんてちょっと悩んでます。ということでポップアップでの購入品は以上になります。それから今日はちょっと受け取れなかったんですけれども、カスタムバインダーもお願いしてます。カスタムバインダーお願いしたらこんな感じで、これ A5 サイズなんですけれども、プロッターのステッカーをくださいました。プロッターってめっちゃでかく書かれたやつと、あとロゴのマーク、それからドローでシェイプトモローって書いたやつ、ナンバー1から5まであります。それから今回の河内屋さんがその活版印刷されてるということで、活版印刷の体験ができました。こっちから入れてやらないとできなくって大変だったんですけど、なんとかこれが成功したやつです。それから今回はなんかチョコ1人1個食べていいよっていうことでチョコいただいてきました。まだ食べてません。ライムのチョコとラズベリーのチョコがあったんですけど、私はラズベリーを選びました。それから今回は、税込み2万円以上でしたっけ、購入すると先着でこのオレンジのバインダーがもらえるということでいただいてきました。ちゃんとプロッターって入ってます。オレンジのシュリンクですね。金具もちゃんと開閉できます。さすがにシルクスクリーンはないんですけれども、ミニプロッターです。めちゃくちゃ可愛い。何に使うかは分かんないんですけど、飾りかな。そんな感じでお目当てのものは無事ゲットできました。あとその国沢ブリューイングのビール購入したらこのカレンダーもくれました。こんな感じでミニカレンダーです。可愛いです。こんな感じでお土産だけでもめちゃくちゃ豪華ですね。ということで今日はプロッターポップアップ初日の購入品、整理品を紹介しました。今回紹介できなかったものはまた後日紹介します。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。